聖書、物語の本、第読は、良い息子と悪い息子。さて、カインとアベルを見てください。二人とももう大人になっています。カインは農夫になりました。穀物や果物や野菜を作っています。アベルは羊を飼う人になりました。アベルは可愛い小羊の世話をするのが好きです。 小羊はすくすく成長して大きな羊になります。そこでアベルは時期に羊の大きな胸を持つようになり、その晩をします。ある日、カインとアベルは神に備え物を持ってきます。カインは自分が作った食べ、食物を持ってきました。アベルは自分が持っている羊の中から一番 良いものを持ってきました。エホバはアベルとその備え物を喜ばれます。でもカインとその備え物を喜ばれません。なぜがわかりますかアベルの備え物がカインの備え物よりも良いというだけではありません。アベルが良い人だからです。アベルはエホバと自分の兄弟を愛しています。でもカインは悪い人で 自分の兄弟を愛していません。それで、神はカインに生き方を変えるようにお命じになります。でも、カインはそれを聞き入れません。神がアベルの方に好意を持っておられるので、カインはとても怒っています。そこで、カインはアベルに、さあ、ノアレに行こうと言います。ノアラレふっだけになったとき、カインは弟のアベルを殴ります。 カインはひどく殴ってアベルを殺してしまいます。カインがしたことは恐ろしいことではありませんかアベルは死にましたか神はアベルのことを今でも覚えていらっしゃいます。アベルは良い人でした。エオバはそのような人を決してお忘れになりません。いつの日か、エオバ神はアベルを生き返らされます。 その時、アベルはもう二度と死ななくて済みます。その地上でいつまでも生きることができます。アベルのような人たちを知るようになるのは素晴らしいことではありませんかけれども、神はカインのような人を喜ばれません。それでカインが弟を殺した後、神はカインの家族から遠く離して、カインの 罰せられました。カインは別の土地へ移り住む時に妹の一人を一緒に連れて行き、その妹を自分の妻にしました。やがてカインとその妻は子供を儲け始めました。アダムとエヴァの他の息子や娘も結婚しました。その人々にも子供が生まれました。 まもなく地上の人間はたくさんになりました。そのうちの何人かの人について学ぶことにしましょう。